はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、エビッチです。とポケットモンスターエクスパート19やっていきたいと思います。よろしくお願いします。このフロストケーブにいる、いつも書いたかな、を助け出して、今それから出てきたところです。では戻ってきましょう。多分マンブーさんとのイベントあるんかなと思うからね。あ、いいこと。ないねん、せっかく買ったのにいいんかったんかい。ルージュタン帰ってきたー。あ、もういいわ。もういいわ。スケートいいわ。その前に一回復活してくださいね。よし。じゃ、今回は次の町に行きたいと思います。名前はもういい。もうめんどくさい。マンムーさん。お？よろしくお願いします。おーすんげー、そしたらここポケモン出てきますよね。やっぱり見つけたいなんだね。あ、ちょっと待って、これ慣れる替え忘れてるわ。違うわ、何やってんの。うちにも頑張る。ちょっと見てくるね、マンブーさん。ちょっと待っててね。え？何これ？お、お、つらランドプレート。なんもない。こっちは？ん？え、何ここ？何ここ？買い渡る！タイトレーナーでしたか！参ります。you
ノムさん、ちょっと待っててね。なんだ、ミゾチウムかよー。なんもないんかい。お待たせ。あ、またバック凍らした。ありがとうございます、マンモーちゃん。お元気で。よし。どう？カルムジェでか。エリッチ、どんどん100コックのジム前でバケモン勝負してみよう。それで、またよし、じゃあ時間もあるし、カラムのバトルとポケモンジムですか、今回。ちょっと待って、脇道なんかってような気がする。冷静に、レッドを持ったよ。ん？何これ、何もないの。そこのあなた、なんだ、どっから出てきたの。歴史の代わりに私が伝えに来たわ。ここ100シティで伝説のポケモンについて知ってる人がいるそうよ。ん？そうでした、良ければこれを使いなさいな。お、リピートボール。あ、回復はするや。もう、回復満タンだから。ジーム。え？違うじゃねえか、こっち。な、何でもいいやねん。つーか、ここ何？何ここ、マップで見るか。ちゃう、こっちじゃない。へえへえへえ、これひどっけなの。じゃあこれどっち指してんの、ちょっと教えてくんない。これひどっけだから勝てるのかよ、今夜だし。おじむにっけ。出たカルム。うどーん。
どっちの感じでみんな見せたらあかんねん、これ。マジで、何人のパーでしたら、あれだよね、浸水するよね、絶対。ブーさんのライトアップ。ブースターかわいいです。お歌いた。やるね、この子。かわいい。最高かったか。アイスパーか。お湯つかな未来を使えるし、小さくはノーマル、マウスにはお湯つかな。月光が、月、あー、いつか。ニューヨークだから、あ、まあ、いつかこのままで。わお。いつかいつかに効果抜群だったかな。じゃあ、ルカーミ、え、ルカーミってなんかあったっけ、技。いや、ルカーミのところってか、やられる。あ、もうそれだな。最高だったー。あれ、これって言ってたっけ。ないなー、水処理券。あ、やっぱり。あ、やばい、この子上に乗るか。あ、格闘用に弱いんだった。それ思い出した。うちのバッグって A つの味がやばいよね。よっしゃ、目が進化して一発よくてやってやるよ。グローバーンチ。あ、まだ、くっそ。こいつ倒しがバカみたい。グローパン、えぇー、グローパンーチ。あ、これもでいいわ。よく思います。グローバーン。うわー、抜かれてよーい。
同じ人間なのに違うものを見てきたのかな。俺のポケモンたちもおたくましくなっているのに、君たちにはわずかに届かないな。さ、君のポケモン元気にしないとね。マジか、嬉しい。君は強いね。世界には強いトレーナーがたくさんいると思っていたけど、まさかお隣さんがそうとはね。そうね、このまま自分以外に勝っちゃいなよ。あ、マジで回復してくれてる。嬉しい。じゃあこのままジム直行。何タイプだ？おや、何これ、わからないけど、構造わからへん。おー、メイロエスパーか。エスパーってことは、うわー、びっくりしたんですけど、何これ、何これ、どうなってんの。え、こっちも進めるってわけ。行き止まりの出会いか。例の世界入れるの。何これ何これ、エスパーってことはさ、アクタイプが強いんだよね。え、気がとって。それでも一発か。エナシーって。スープ入ってたっけ。痛い。あ、自滅。自滅。お、ハイドロポン。じゃあ、ここはさ、アウトの出番だよね、ここ。だったよね。ちょっと待って、調べる。はい、お待たせいたしました。調べたところ、やっぱり、ラフタイプの技は効果抜群ということで、アウトの戦闘にします。お、これワープか。ゴー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 、あ、こっちじゃない、ワープするべきかしないべきか。するべきだった。こっち行けないの。もうややこしい。あ、あれ戦闘の方がビビった。あそこチャンピオンかと思ってしまった。おう、毎日できたんや。まあ、いっけど。あれ？ちょっと待って。
アフタープだよね。の？待って、もう一回調べる。じゃあでもソルトタイプにってこと。ああ、ワスメリさんもちょっと回復しにしてや、後で。もうちょっと後で回復しにしてや。もうでっかい回復するときカットでね。もう一回殴り続けた。ちょっとラブソルの回復したいのでさ、ここでちょっとカットしまーす。はい、ただいまです。じゃあここから続きやってきまーす。え、分かるんです。じゃあ行き止まりー。ルナドーンや、ルナドーンよ、ルナドーン。あ、見えね。見えるかな、ルナドーン。なんか、メジメジさん、なんか登っていかなかったって、ここ。え、どこ？てか、ジーン、あ、どこ？え、遠回り。え？これにお前が登らせるバカ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 。ちょっと待って、最短距離でジブリに登りたいんですけど。バースバース。あ、生き残りのこと言ったから、あ、じゃあ、戻ってしまったー。ちょっと待って、動画の作を考えさせて。あ、ついちゃった？ついちゃったけど。ん？メガのまっす、え？まっすぐの鳥じゃないわ。そのメガのあれだった。よし、じゃあ行くか。はぁ、あ。モンスターボールじゃねえか、後ろ。これは儀式。これまでの振り返、これまでを振り返りつつ、これからの道を決めるもの。そう、ポケモン勝負、眠りだ、小鹿と、いざ始めるとしましょう。あ、すっごい大人なもん先生や。よし、エスパー飛行だよね。大丈夫だよね、角度入ってないよね。
も何枚パチで終わってくるんだけど、これ。ね、アマゾンだけど行っちゃうこれ。な、女の子じゃねえか、ニャオニクスの。オスしか見てなかったからな。なる。ごちそうさまでしたね。終わっちゃった、早かった。あなたたちなら星空を動かし、すなめき道を作り出せそう。これは私、あなたたちがこれまでに編んだ道のりを形に信じたもの。そう、サイキックバッチ。サイキック？なんか格闘っぽいけど？格闘じゃないんだね、サイキックって格闘っぽいけど。それは信頼。ああ。あ、今忘れた。何かが変わる未来。これは、同票、あなたが入り口に戻りますか。戻してください。往年力。お？エリッチ、君のサイキックバッジもらったよね。頼むかな？だよね？やっぱりそうだった。リターンバッジ受けてくれない。ミスカワトメさん同士、カラスを、最強競うのも、面白いかなって。まあ、そのままに君に勝たないでね。お？なんだろう。船だ、そこにいるけど、隣に。大丈夫なのか？お？ホロキャスターを持つポケモントレーナーたちよ。心して聞いてほしい。これよりフリア団は最終兵器を復活させ、我々以外を消し去り、美しい世界を取り戻す。何も生み出せない、君が、明日を食い潰していく。もう感じわからねえ。このままでは世界は醜い朝の装いで覆われてしまうでしょう。繰り返します。フリア団は最終兵器を使い、世界を一新します。フリア団以外の皆さん、残念ですが、さようなら。うわ、こいつ、ひっで。フラジャリさん、何を言ってる？世界を浄化するって、フリア団員が受けすって。エリッチ、待って、手分けして足探すよ。フラジャリさんがいそうなところ。やっぱり出会った場所、ミアレシティなのかな？こいつに聞けよ。コーヒーのことだけかよ、このクソタルバカ。はい、というわけで今回はここで終わりたいと思います。やばいです、フリアダーがやばいことになりました。次回はそのアジトを探します。というわけでご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの方、パソコンの方はこちらのボタンから登録をお願いします。携帯スマートフォンの方は下のチャンネル登録ボタンから登録をお願いします。この動画の再生リストへはこちらのボタンを押してください。また皆様のご視聴お待ちしています。